いわゆる検査がございまして、それで講習合格というハンコをもらって、それで、今度面接がありまして、その面接の方がですね、ゴルフの五の字も知らないわけですね。で、ゴルフっていうのはどういうスポーツなのか、いや、こういうあれだと説明して、お前のそのお客さんっていうのはどなたが、どういう人がいるんだと、それこそ鳩山さん、この絵さんお前がいなくなったらば困るんだろうと、じゃあ一応免除してやろうと、すっごい、いうことになりまして、戦争はいかなかったんですけれども、うん、戦時中我々にそういうことを言ったらば今度は非国民になりますから、うんうん、我々にはいや役場が火事になったんだと、で全部書類が焼けてしまって俺のその戸籍も何もなくなっちゃったんだということで、聞かされてましたね。で戦後まあそういうなんていうか自由に話すことができるようになってから初めて我々にはいや実はこういうわけなんだと、ですから私のまあいとこになりますけど、それが身内では一人だけですか戦争に行ったのが、それも近衛さんに、ちょっとお話ししたのは、それじゃあ近衛師団に入れっていうことで、そしたらその人が今度は目丸くしちゃって、英語の喋れないのは俺だけだですから、まあエリート師団ですよね、うん、だからもう俺はなんで、まあおじさんにせっかく世話になったんだけども、肩身の狭い思いをしてもそういうこと言ってましたよ。まあこれからちょっと歩いて5分もかかんないようなところですけど、そこで土地をちょっと借りて、それでもちろんその木を倒しや根っこを掘ったりなんかして畑にして、それでまあお米を植えたりいろいろやってましたけどね、いわゆる戦中引っ越しもう東京がちょっともう危ないということで、小山の方に、今小山カントリーございますね、あそこのとこにお客さんがいらしたもんで、そこのいわゆる長屋の方へちょっと私ら、一緒に行って、それでその時もやはりただ単に遊んでらんないですから、ですからそこの農場の手伝いのしたり、だからもういわゆるじいさんがいわゆる農家のあれでしたから、結局身を見まねで何でも知ってたんでしょうけども。